はい、ついにサブコロちゃんね、あのケージに入りました。エラ怒ってるんです。やっぱり無理にね、ちょっとあの保護したからかもわからんけど怒ってます。ちょっと嫌やな、いきなりな、自由にしてたらだけど、初めて、久々、何年ぶりやろ、ここに。おい、怖いやな、お前。ネラ怒ってますね、サボちゃん。ね、サボちゃん、ちょっと、だいぶ怒ってます。それで、チュールで、な、食べ。はい、おいで。おいで。はい、ね、チュールで、あれし、ご機嫌取ろ。な、喉も渇いたやろ。おいで。おいで。おいで。サブちゃん。サブちゃん。おいで。ほら。サブちゃん。サブちゃんおいで。おいでおいで。うん。食べ。食べなさい。サブちゃん。サブちゃんおいで。うん。おいで。おいで。おいで。サブちゃん。サブちゃん。釣りが悪いね。はい、ちょっと喉乾いたかも。はい、おいで。はい。はぁ、あ、はい、ちょっと逃げ回っとったからね、この子。ちょっと喉が乾いてると思います。はい。はい。うん。食べ。はい、ちょっと喉乾いたな。かなり凶暴するんだろう、やっぱり1年だったかでかなり凶暴。これが慣れるかわからないけどね。え、サブちゃん美味しかったか。まあ、さっき脱走したしね、また脱走するかもわからないけど、このぐらいの、大きい猫やったら、このぐらいのゲージやったら、開けてまいよるからね、ぶつかって。まあ、ひょっとしたら脱走されたら、次シャーコちゃんね、ここに出ます。ね、サボちゃん大丈夫か。こんな子です、サボクラちゃん。ね、でかいな、こんな感じです。怒るんちゃうかな。美味しかったか。もう泣いてくるな、多分。ちょっと出るかな、うん、あ、出たわ。喉乾いたな。美味しかったか。まあ、ちょっと鳴らすようにね、ちょっとしていきますね。前から言うてたことやからね、これね。はい、こんな感じです、サブコロちゃんね。ゆっくり見られんかった人多いんちゃうかな、久しぶりのサブコロちゃん。まあ、サブとコロでもなくなってきてるけどね、うん、こんな感じです。はい。